こんにちは、みなさん。フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching Japanese martial arts. What was the reason why everyone was stunned after 5 minutes? The video is from this channel. では早速、始めましょう。どこからどう見ても普通のおじいちゃんが、その細い腕一本で一回りも大きな巨体の男性二人を、いとも簡単に倒してしまいます。Amazing, right? 一体何がその場で起きたのか、今から見ていきましょう。Even bigger and taller than him. 相手を完全に無力化させ、魔法のような武術、合気道、空手と主に日本の代表的な武術で、その合気道の達人と呼ばれている塩田剛造さんを今回は紹介していきたいと思います。塩田氏は医者の父親を持ち裕福な家庭に育ち、何不自由なく幼少期を過ごします。小学校の頃から剣道と柔道を習い、5年生の時には柔道三段位を取るほど優れていました。その後、18歳になった塩田氏は上芝道場を訪問し、稽古を見学しました。その頃の塩田氏は、武術の腕前も上がっており、少し慢心な気持ちで上芝氏の稽古を見て、インチキなんじゃないか、などと思っていたそうです。そんな塩田氏に、上芝氏は声をかけ、そこの方、やりませんか、と、1対1の稽古に誘いました。立ち合いが始まってすぐに前蹴りした塩田氏、その瞬間あっという間に塩田氏は壁まで投げ飛ばされてしまいました。驚き感激した塩田氏はその場で手をつき、弟子にしてくださいとお願いをして上芝氏の門下生となった。それからは拓殖大学を卒業し軍人の秘書につき、台湾、中国など各地を回り、勤務の傍ら合気道の普及に努めました。その後上芝氏の下で再び修行し、今まで培った政財界などの人脈の後押しを受け、合気道養心会を結成し、新宿に道場を設立しました。そもそも合気道というのはいつどこで誰が始めたものなのかご存知ですか？合気道は日本発祥の武道で、明治時代から昭和初期にかけて武道家上芝森平によって作られたものです。柔道、剣道と並ぶ21世紀初頭の日本において代表的な武道の一つになります。どのようなものかというと、日本古来からある柔術、剣術、槍術などいくつかの武術を磨き上げた総合武術である。終戦後の昭和23年、文部省の認可を受け、正式に合気道という名称を用い出しました。その頃、入門できるのは然るべき人からの紹介を受けた人のみに限定されていたため、ごくわずかな人の間でしか知られていませんでした。戦前は戦うための武術として指導したりもしましたが、戦後は試合など競い合うことはなく、自らの精神面を鍛錬することを目的としています。他の多くの武道とは異なり、力や技で相手を倒すの攻めの武道ではなく、精神力で見極め相手の力を利用し制するという受けの武道なのです。合気道は精神的な境地が技に現れると言われるほど精神性が重視される武術で、創始者の上芝氏の精神論や人格などが反映されていた。そのような影響は他武術には珍しく、修行者に及ぼすカリスマ的な影響力はとても強いのである。その背景には、小柄で老齢ながら無類の強さを発揮するなど超人的なエピソードも多く、それが多くの合気道家によって広まっていき、伝説的な超人として神様のように語り継がれる大きな理由の一つである。そして弟子たちは積極的に海外へと合気道の普及に努めた結果、東南アジア、欧州などに国際的に広まっていきました。今回の動画は、そんな上芝氏の特に優れた弟子、皇帝の塩田氏がミュンヘンにてドイツ人に行ったデモンストレーションの様子です。それでは実際の映像を見てみましょう。Oh, that's why the student was taller and bigger. Oh.
It's like wrestling, throwing your opponent. But not with the use of force. Ist ständige Bewegung, nicht einem Fahren und auf den anderen warten, sondern ausweichen, neue Situationen suchen, neue Schätze. Der japanische Ritter Bushi genannt hat früher eine große Zeit seines Alltags sitzend verbracht. Deswegen sind auch viele Techniken der Aikido aus dieser Sitzposition heraus entstanden oder mit der Rechnung gefallen. Wenn man diesen Zeitpunkt überschreitet, ist es meistens zu spät, das eigene Gleichgewicht zu bewahren.会場からは言葉は通じなくても、塩田氏の合気道を通じて、精神でつながり温かい笑いが起こっていました。激しく競い合ったりしないので、盛り上がりに欠けるとか、実際に戦いに使うことはできるのかという疑問は多くあります。しかし、合気道は自分自身と向き合い、相手から身を守る護身術を研究し、日々精進していく、自分自身との戦いなのだと言います。誰も傷つけることなく、自らの精神を高める素晴らしい武術が日本から始まったことは誇りだと思います。これからも合気道が普及していき、世界に広がっていくことを心から応援したいと思います。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。Thank you so much for the video. You know, while watching them, it looks like they were acting. But the reality is, it's a serious martial arts. He was a small old man. His opponents were bigger, taller, and younger than him. But he can toss them, he can throw them. If I have the chance to learn martial arts, it would be definitely Aikido. I don't need to be muscular. It's just pure technique.Skills and, as the video said, mental strength. Well, anyway, I would like to thank the uploader of the video. I'm a subscriber. Thank you so much. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん、気をつけて。またね。